こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。今日はですね、今私がいるこの駐車場にね、このエネチェンジの充電器が設置されてます。はい、こんな感じで、こちらに3台と、あとあの正面にも1台で、合計4台充電器が設置されてます。で、エネチェンジのね、普通充電器私使うの初めてなんで、ちょっとね、今から充電してみようと思うんですけど、はい、このタイプの充電器はあの e モビリティパワーのカードをタッチしても充電できるタイプなんですけど、それを持ってない場合はこちらの QR コードを N チェンジのアプリから読み取って充電するようになっているようです。今ね、 N チェンジのアプリ立ち上げます。で、充電を始めるボタンを押します。で、そしたらまずね、コネクタを外して車両に接続してくださいということです。はい、じゃあこれをね、はい、取り外して、でアダプターをつけて、はい、で接続します。で、接続したら次へ。で、カメラを起動して、で、QR コードを読み込みます。はい、そしたら、プリペイド残高が今ね、1500円って出てるんですけど、これは確か、アプリを初めてね、登録した時に、サービスでね、1500円分ついてたやつだと思います。せっかくなんでね、これで使いたいと思います。じゃ、充電開始します。はい、そしたら今、反応しましたね。はい、充電ランプが点滅してます。でもこれ充電中なんですかね。はい、アプリの方は充電中になりました。で、この N チェンジの普通充電器は 6kW なんですよね。なので普通の 3kW の充電器の倍の速度が出るはずなんですけど、今ね 30A 出てますから、200V で 30A ってことで 6kW ね、ちゃんと出てますね。なので1時間でだいたい 34-5kg 分溜まる計算になります。はい、じゃあね、ここが一体どこなのかってところをちょっとね、紹介していきたいと思います。はい、こちらね、藤沢市にある MQ リゾートというところなんですけど、はい、あんな感じの看板で、建物がね、なんかこうヨーロッパ風のお城みたいな建物なんですよね。すごい立派な建物で、ここ一体何かというとですね、はい、実はね、パチンコ屋さんなんですね。で、ちょっとね、中に動画回しながら入るのはあれなんで、中には入りませんけど、で、ここの MQ リゾートはパチンコ屋だけじゃなくて、隣にこんな感じで地域最大級のゲームセンターも併設されてます。なのでね、親子連れで来て、お父さんはパチンコ でお母さんと子供はゲームセンターで時間を潰すなんてことができちゃう場所になります。で、私もね、今パチンコもゲームも全くやらなくなっちゃったんですけど、昔はね、結構パチンコにハマってて、よくね、ここに来てたので、ちょっと懐かしくなって来てみました。で、ね、今はね、こういう MQ リゾートっていうおしゃれな名前で、建物もこんな風に綺麗になっちゃったんですけど、昔はね、二松宮殿っていう名前だったんですよね。もっとね、寂れた感じのパチンコ屋さんだったんですけど、この頃ね、結構ここ来てたんですけど、だいぶね、様子が変わりましたね。おしゃれな感じになってます。はい、そしてここに来た場合の EV ご飯どころなんですけど、このお店の目の前にですね、はい、ラーメン屋さんがあります。横浜家系の武骨屋さんっていうラーメン屋さんがあるので、ここでね、 EV ご飯できると思います。はい、こんな感じでね、唐揚げ定食とか餃子定食なんかもあるので、はい、ラーメンこんな感じで、辛味噌ラーメン、味噌ラーメン、濃厚魚介つけ麺、濃厚魚介辛つけ麺、すごい美味しそうですね。はい、というわけでね、 EV ご飯もバッチリの場所なんですけど、ここがすごいのはね、これだけじゃないんですよ。なんともう一つね、すごい特徴があります。はい、ちょっとね、車を移動したいんで、もう充電終わりにしますね。で、終了するときはここから充電終了を押します。で、 OK。はい、充電終了しました。はい、ただいまの充電代は110円になります。充電時間は10分ですね。はい、コネクタを元に戻します。はい、今ね、車をこっちに移動したんですけど、もう一つの特徴がね、ここなんですよね。はい、ここなんとね、洗車場があるんですよ。しかもフリー、自由にね、使っていいですよっていうことで、利用時間は朝の8時から夜の22時半までで、1台につき30分以内でお願いしますっていう注意書きがあります。で、ここに脚立があったり、で、こちらにね、水道とホースがちゃんと完備されているので、本格的な洗車ができます。で、せっかくなんで私もちょっとね、バケツに水を入れさせてもらおうかなと思います。
いやこれは本当助かるね。あのちょっとした汚れだけ取りたい時ってあるんですよね。あの本格的に洗わなくてもいいからっていう感じで、そういう時ねここはすごいいいですね。今日もちょっとね朝出てくる前に少しだけ雨が降ってそれが乾いちゃったんで今ちょっとね汚れてるんですよ。はい、これで濡らしてですね、でボンネットを拭きます。よいしょ。これでね雨染みが落とせますね。はい、というわけで今回は富士沢市の MQ リゾートの駐車場に設置されているエネチェンジの 6kW の普通充電器を試してみて、ついでにね無料の洗車もさせてもらったという動画でしたけども、いかがだったでしょうか。こちらね駐車場の台数もかなり多いですし、まあ、親子でゲームやってもいいですし、まあ、お父さんは暇だったらねパチンコもできるという場所になるので1日時間とぶてるんじゃないでしょうか。はい、この動画がいいと思いましたらグッドボタンをお願いします。それからチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。